はい、始まりました、ノクターンレディオです。メリークリスマス。おいおい、クリスマスに配信するとは誰も言ってねえぞ。あ、じゃあ師走いかがお過ごしでしょうか皆様。ノクターンはでございます。ノクターンは、はい、ノクターンレディオ第60回目、記念すべき第60回目でございます。素晴らしい。はいね、こんな感じですけれども、きっとサムネにはゲストがバンって書かれてるだろうから、お前たちだ黙れと思われているんでしょう。はよ紹介せえと、はよ紹介せえと、そんな、小うるさい1号、元吸血キリア役山下誠一郎です。わ、今はバーのマスターをやっております。出た。はい、そしてうるさい2号元監督の森田純平です。元監督。はい、ということで、じゃあ山下君、はい、もう早速紹介しちゃってください。そうです、日朝の女神呼んじゃいました。この方にお越しいただきました、よろしくお願いします。皆さん、ノクターンはー、ノクターンブギ劇団、劇団員の吉田ひとみです。やったー。ひとみさん、ようこそお越しくださいました。どうもどうも、お邪魔します。紹介が重い。ドキドキするよ。いや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 、事実、ただの事実ですから。いや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 、はい、帰ろうかと思った。接続切ろうかと思った。諦めない。まあ読み合わせとかはね、今年にも何回かしましたけれども、うんうん、なんかこう前回のなんていうんですか、イベントからイベントもう1年が経とうとしているらしい、うん、早いよね。あっという間ですね今年も。ねえ、楽しかったね去年も、うん、ねえ、ひとみさんガルルパーカー着てくれたからね。あ、そうそう、ガルルパーカー今も愛用してます。お、やったぜ。みんなも作ったらいい。たまらないな、タンクトップとかね。うわ、いいじゃん、いいじゃん。なんかもうなんかねえ、そういうなんか謎の需要ありそうで、ちょっとごめんなさい、言葉選びまくった結果変なこと言っちゃった。なんか謎の需要がありそうですね、うん、ジムとかでやったら、あー、たまらないとか言って出禁になっちゃう、うん、まあ、めっちゃ汎用性あるじゃん。ということで、まあ、今日ね、そう、はい、ひとみさんに来てもらったんですけど、はい、まあ、なんで来てもらったかっていうのはあれなんですよ。もうこれね、ずっと山下くんが、はい、やっぱこう特撮オタですから、まあ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 、もうクソ雑魚オタです、はい。それで言うとね、こうひとみさんがもう山下君の中ではもう神で、いやいやいや、あ、もう日朝の女神です。いやいや、皆様覚えましょう。重い重い、はい、帰る帰る。ずっとね、こういろいろ特撮についてひとみさんと語りたいんですよって言ってて、ありがとうございます。なので今日は、今日はというかノクターンレディオはもう特別編として、そうですね、はい、まあ、特撮についてね、こうオタクと女神とで語っていただき、はい、まあ、たっぷりとね、楽しみ、はい、楽しみです。でね、前回のレディオの時に、皆さんからの質問を募集しておりますっていう風に言って、そちらの、はい、なんだろう、質問も実はいろいろいただいているそうで。そうなんです。なので、まあ、ひとみさんにもねちょっと答えていただきながら、せっかくなので、やっぱりこう特撮オンリーっていうよりは、まんべんなく、はい、まあ、ノクターンレディオ、なんだろう、特別編というか、うん、豪華版みたいな感じでやっていけたらなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、でも早速質問コーナーいきますよ。じゃあ、あ、お願いします。お願いします。まあ、特にこのコーナータイトルとかなく、いきなり質問読み出すからね。あ、どうぞどうぞ。もう、はい、自由さが売りですから、うん、はい、はい、素敵。まずですね、しからしさんからいただきました。ありがとうございます。学んでみたい外国語ありますか。はぁ、そうなんです。私は今年の1月からまったりゆるく英語の勉強したつもり程度ですが、ちょっと学び直してみましたと。うんうんうん、なんか結構それが地道に楽しく続けることが大事だなと実感できましたということで、まあなんかね、うんうん、そういう言語ですよね。外国語、山下くんどうですか。今韓流作品に触れる機会があって。なるほど。なんかやっぱそれで、そういう吹き替え、英語でもそうなんですけど、吹き替え作品に当たるとやっぱ言語っていうものを実感するんですよね。なんか、うん、うん、母ちゃんが韓流好きなんで、あ、言ってたね、ちょこちょこ教えてもらったりとか、うん、
そういう面ではちょっとこうなんか少しでも単語が分かっ母ちゃんに これはこういう意味なんだよって教わると、それがちょっとこうなんか家で台本読んでる時とかに音声聞くと、あこれあれやってなって、うん、なんか言語学習の面白さをそれこそしからしさんのように知るみたいなのはありますね。ちょっと待って、あのね、あれ今ねひとみさんがズームから落ちたね。すいません落ちてました。すいません退屈な話を。いやいや違います、違います。あでもよかったです、あの秒で復帰していただいてね。はい、はい、復帰しました。異様に早いな復帰が、はい、よかったよかった。でも韓国語ですよね、わかるわかる。そうそう、じゃあそのひとみさんはどうですか外国語。あ私やっぱりあの海外に行った時に英語が分かるの、うん、どこに行っても強いなって思ってて、うん、なんか若い時とかにも海外に仕事で行ったりとかがあったんですけど、意外と日本語で通じちゃったんですよね。あ勢いで、あカフェラテくださいって言ったらカフェラテもらえるみたいな。すげえ直球で喋ったな。すげえ。お皿1枚くださいって言ったら1枚くれるみたいな。なんか結構いけちゃったんでちょっと甘んじてきてしまったところがあったので反省してます。それわかります。僕もこないだ駅で話しかけられて、うん、よく結構話しかけられる率高いんですよ、なぜか。わかるわかる。そんな喋れそうな、話しかけやすそう。マジか、そんななんか親しみやすさの男かって思ってたんですけど、うんうん、まあ要はここ行きたいんだがっていうところで、うん、覚えてた単語を駆使してなんとかやって、はいはい、えらい。でもなんか伝わったのかすごい喜んでくれて。あ、よかったね。はい、ちょっと伝わってるよ。おひげが立派で、うん、多分アラブとか中東とかの方の方だと思うんですよ、パッと見で。すげえボディーランゲージが激しくて、へえ、うわあ、センキューセンキューって言った後肩抱かれて、で急にスマホ持ってガッて自撮りしだしたんですよ。なんだそれ、友達だ。え、嘘、これ、え、マジか、俺友達できちゃったって思って、したらなんか急にビデオ通話しだして、そのおっちゃんが、お、知らない人がパッてそのスマホ画面に映って、うんうん、ひげが生えた人が、若い男性が映って、うん、お、新たなひげが、そう、なんかでも俺ピースするしかなくて、ええってなって、もう自撮り一緒に撮ってピースしてて、え、誰、え、Your brother? って言ったら、 No, 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 my son! って言われて、息子って思って、立派なおひげをしてたんですよ、息子さんが、うん、だから、え、マジか、兄弟かと思ったって思って、で、うん、How old? Your son? いくつですかって聞いた時に19歳って言われて、ってなって、で年齢聞かれて、あ、30ですって言ったら、うん、What? って言われて、多分息子と同年代の若造だろうと思って多分声かけて、まあアジア人はね、はい、そうだよね、幼く見えるもんね。パパはお前と同じくらいの日本人にジャパニーズに助けられたぜ V って したかったんでしょうね。まあまあ大人だった、まあまあおっさんっていう、うっかりパパの方が近いかもみたいな、かもしれない。ちょっとアメージングな経験をして、パパはどっか行きましたけど、パパは新宿方面に行きまして、無事ついてるといいねっていう、まあだいぶ余談が長いんですけど、そういう経験がありました。いや、僕もびっくりしました。めっちゃいいエピソード持ってんじゃん。やべえ、そうですね、あ、これ美味しいなって思うあたり俺も毒されてるなと思いましたけど。監督ってでもそれこそね、某スカイとかで海外とかめっちゃ行ってましたよね。ああ、うん、某アナザーなスカイね、言っちゃったよ、はい。言っちゃった全部、うん、ここが値のアナザースカイってやつね、言っちゃったよ。言っちゃってる。完璧にイメージができた。値なんていうタレントいるんですか。、はい、まあまあ、ね、いろんな国行きましたよ。どうですか、やっぱいろんな国行って。そうね、やっぱ行くたびにやっぱその国の言葉話したくなるし、僕の場合仕事その撮影だったから、現地の
例えばドライバーさんとか、はいはい、移動してる時にさあここでちょっと止まって実景撮りたいみたいなことを言う時も、うん、なんかその時にこう英語をもう使わないと伝わらないとか、はい、なんかそういうのがあってもうほとんど月のほとんど海外にいた時もあったからそういう意味ではその当時はね結構あのもう多分文法とかぐちゃぐちゃだろうけどあの割とコミュニケーション取れるレベルまで行ってたんだよね、うん、伝わる英会話だそうそうそうだからやっぱその環境にいるってすごい大事だなとは思いますよねもともと英語とかって監督得意なんですかあ全然全然だけどあのそれこそ映画をいっぱい見てたからあの吹き替えがないやつみたいなそうそうあだそれで多分おそらく耳がいい方だと思うんだけど、うんうんうん、あの真似ができるわけですよその意味は分かってなくてもあとかセリフとかねでよくこのセリフこの単語っていうかこの言い回しよう出んなみたいなのであの、まあ、字幕でああこういう意味かとかでそういうのが耳で覚えててそのまま口に出せたりするからあのあ使えるじゃんみたいな撮影の時とかうんうんそうそうだちょっとロバート・デ・ニーロ風に行ったりとかかっこいいマフィアじゃないですかゴッドファーザー、うん、大丈夫ですかそれが誤解を生んだりとかはなかったですかいや大丈夫すげえ汚い言葉だったかもしれないけどちょっと海外でちょっと意外とバラ悪いなみたいな海外の路地裏で戦ったんだわみたいな伝説がいや そっかでもそうなんかいい話ですねそれはうん、うんなんか真似ばっかしててなんかでもそれで伝わるからいいやみたいなうーんなるほどかっこいいいや全然いやだからもう今は本当そう海外とか行かなくなったからもう全然喋れないよであとはなんかやっぱ好きなものに直結するといいかもって思ったその一時それこそ仕事でその K-POP アイドルとか、はいはい、その辺の仕事とかで例えば少女時代とかさすごいこう一時期大ブーム日本でもなってたけど、はい、なんかああいうのも何言ってんのかもなんか知りたくなってあのそれで韓国語も覚えてへハングルはね僕読めるんですよ今すげえすごい意味は分かんないですよその難しい単語とか、はいはいはい、ただ音は読めるだからこれはその仕事でやっぱ韓国ロケとかいっぱいあったから、うん、あの看板とか読めた方が、あ、これこういう看板だから取っておこうってなるんですよ。ああ、そっか、そうですよね。そう、それ分かんないと見逃しちゃうね。いい絵だったとしても。うん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 。それが嫌で勉強したんですよ。なるほどね、面白い、うん。それってでもなんかただの旅行とかで行ってたら気づかない視点ですね。そうそうそう。うん、こんなこと書いてあるんだ面白いな取っとこうとかが。うん読めないとそのスタートラインにすら立てないっていうか、うんうんうん、そうですねちょっと来年の目標にしようかな語学じゃあテストするよまた来年末お何もしませんでしたっていう気もするけどはい新年の目標的なねはい、はい、いや思いのほか深い話になりました、ね、うん面白いじゃあもう早速ですが今日はね本当にこう特撮トークをたっぷりしたいという山下くんのうんうん、オーダーがありましたからもう特別編ということですいませんやったやったついに私利私欲を語りましょうかいや言うてもだって女神がおるからなっていういや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 そもそも山下くんはこうどこから特撮に入ったのかなっていうのをひ、うん、そうですね単純にその誰しもがまあ特撮ないし日朝って通ると思うんですがそうね僕はなんか運よく卒業しなかっただけみたいな感じであ素敵じゃんでずっとなんだねそうですなんですごい戦隊で言うと僕はドストライク世代なのはカーレンジャーぐらいですカーレンジャーなんだ僕事前にそのひとみさんが出演されている回を大レンジャーで見れていなくて大変申し訳ないんですけど、うん、あれは、ね、当時の劇場版だからあ劇場版なんですかそうなのいやデザインがいいんですよね大レンジャーは未だにこの令和に入っても戦隊ヒーローでかっこいい顔面としてめちゃくちゃ人気が高いんですかっこいいよねマスクデザインがマジで
秀逸すぎる、うんうん、でオープニングも個性的でかっこいいよね。カラオケ入れたら絶対みんなコールする曲です、ね、絶対しちゃう、絶対ウォーウォー言っちゃうもん、はい、ウォーウォーですね。誰が気力だっていうかでね、うん、こう、うん、そうそうそう。私でももはやウォーウォーの方言いたいタイプ本当にかっこいいんですよね。かっこいい、っていうところでミュージャクタクロさんがね、はい、あ普通になんか大レンジャートランプ公爵ってググったらひとみさん出てきましたね。そうちょうど歯が抜けてるタイミングでねなるほど歯が入れ替わりのタイミング、そうそう入れ替わりのタイミングで子供らしくていいじゃないかって言って、そのまま監督が採用してくださった。オーディションとかだったんですか。そう、オーディションだった。どういうオーディションをするんですかこういう時って。あのもう普通の子役のオーディションで、他のアニメじゃないドラマだったりとか CM だったりとか舞台だったりとかとあんまり変わらなかった記憶がある、台本渡されて読むって感じかな。すっごい優しくて大レンジャーの皆さんが、はいはいはい、ずっと私とお兄ちゃんと遊んでくれてて、へえ、今思うとすごいよね、うん、その優しさ。そうだって今思うとまだ若かっただろうし、すごいスケジュール過密で忙しくて覚えなきゃいけないこととか、そうそうやらなきゃいけないこといっぱいな中で子供と遊んでくれるってなんて心のゆとりのある、さすがヒーローと思って、ヒーローに選ばれる人ってやっぱすごいんだなって今改めて思いますね。うわー、なんて、うん、もう聞いてるか思春期の俺めっちゃいい話聞いとるぞお前って言って、それで歯抜けのあの笑顔が出たんですよきっと。そうです歯抜けの笑顔、歯抜けの笑顔が可愛らしい、うん、そこからじゃあまあ自分が出演した以降を、うん、特撮 見始めるようになったっていうようなことなんですか。プリキュアを歌い始めたがちょうど10年前ですね。スマイルプリキュア歌った時に、はいはい、ちょうどそうゴーバスターズ、あい来た神、あごめんなさい、はいいいんだよねゴーバスターズね、ゴーバスターズ神作品です、はい、の時にプリキュアと続きでライダーもだから日朝を全部制覇するようになったって感じかな。あーなるほどなるほど。そうで見始めて、あそういえばゴーカイジャーも人気あったよな、見てみようみたいな、はいはい、どんどん遡っていくみたいな、はい、うんうん、なるほど。そしてなんかすごいひとみさんの人生年表みたいな番組になってきたそしてそのいえいえ それが聞きたい、スマプリがあり、そこから、うん、6年の時を経て、そうだ、まあ、ルパパトですよ。はい、きっかけというかオーディションだったんですけど、うわそれもオーディション。そうなのそうなの、そもそも私アニソンを歌い始めた時に、うん、あのデビューしてすぐのイベントが堀江光子さんが主催のアニソン女子部っていう あのイベントに出させていただいて、堀江さんにお会いして感銘をものすごく受け、はい、ええ、でずっとアニソン歌っていきたいな、歌を歌い続けていきたいなって思って、で堀江さんゴレンジャー歌ってらっしゃるじゃないですか、うん、ええええ、だからいつか戦隊を歌いたいって思いがずっとあって、はい、でも女性が戦隊のしかも主題歌を歌うってもうかなり奇跡が起きないと、まあ稀な例ですよね、うん、ま、稀どころじゃないぐらい、うん、そう堀江さんとね、あのタイムレンジャーの時しかないじゃないですか、うん、はい、もう絶対受かりたいと思ってその頃から男女バディで、うん、ルパとパトの歌詞を分けるって決まってたんですね、ですっていうオーディションでした。なんか声の相性もあるし、なんかそこはアニメというか、そのなんかそれ作品っぽいですよね、うん、掛け合いでどうかっていうところで、アニメもやっぱりお互いのバディというかペアとかの相手役の声をの相性も含めて見るところってやっぱあると思うので、うん、単純に芝居云々以上に噛み合わせがいい声ってあると思うから、うん、そういう意味でもじゃあやっぱかっちりハマったってことですねきっと、うん、そうなんですかね。もう本当に選んでいただいてもうただただありがたかったっていう。そもそもルパパト自体が結構挑戦的な作品で、しかももう神作品と言われている、ええ、
他に例を見ない戦隊というかね、多分監督とか絶対好きだと思いますよ、ルパパと。だあれでしょ、その敵か味方かみたいな、あのあれ違うねこれ、敵か味方か何をなんかこう怪盗側と警察側で、そうですそうです、分かれてて、うん、何いがみ合ってんだけど、うん、最後の48話ぐらいでしょうがねえなっつって一緒に戦うんでしょっていうわけでもないんです言ってやってくださいよそれをしなかったっていうことが素晴らしい作品なんです。なるほどね。あのね、私レコーディングの時にこうやっぱり戦隊の曲を歌えるって思って、こう戦う歌を歌いたい。でしかも私パトレンジャーのパートを歌うので、そうですね、パトレンジャーのこうまっすぐさだったりとか正義感の強さみたいなものを表現したいって思って準備して持っていったら、うん、違いますって言われて、あれほう、あのって、男女であるっていうこともやっぱりすごく今回重要でと、はい、女性が歌う意味、それは愛ですって言われて、パトレンジャーは愛なんですって言われて、ほうって思ったんですよ。身近な大切な人を取り戻したいっていうルパンの方が愛情深いのではないだろうかっていう思いも少しあったんですけど、パトレンジャーは全ての人を守りたいっていう、うんうん、もっとこう俯瞰的な正真正銘な正義っていうのは、うん、なるほど愛だったのかが、力強さではないものを表現してほしいって言われて、うん、ふくらーって思って、深い、そうなの、すげえ、なんかもうこれあの文字を起こしてブックレットにして売るレベルの話なんですけど大丈夫ですかそんなことないですすいませんすいません、一部買いますって言っていやいや上がるよね、あー楽しいちょっと5歳若返りました